はい、回り出しました。はい、じゃあ3回。はい、3回ですか。で、まずは、今月のプレ版が来ちゃいました。いよいよ。よし。はい、今月のプレ版来ちゃいました。なんだ、りんちゃん。今日は何でしょう？もうさあ、こちょっとプレバンさんさあ、こういうこと書かないでほしい。こういうこと。もうちょっとさあ、あれの人がさあ、ヤマトの人が半笑いで持ってきたんだけど、見てここ。プレミアムバンダイ配送センターより、ジュハックバージョン MSV って、商品名書かないでよ、これ。ねえ。あ、今日、亀山さん、ジュハック買ったんだってバレちゃったよ、これね。あかんでほしいっす。はい。きたーどうリアル、これ。はい。見て見て見て。ジュハック。これは買うよね。はい。ちょっと見てみよう。水泳部に弱いからね。あれで大活躍してたよね。なんだっけ、ユニコーンで大活躍してたよね、これね。そうなの、うん、だから重役買っちゃったんだよね。このさ、ケースいるのかな。いらないよ、どうぞ。欲しい。どうぞ、100均だけ。私が飾り付けて。はい、で、今日はリンネさん何やるの。で、あなたは。ああ、どうぞ。パパまだこの、このね。どっちもダメだよ。いや、見て、この、こうやってマスキングしなきゃいけないのよ、これ。ここを白くならなきゃいけない。わかる？わかる。ここの、本当は、これシールでここ白が入ってるんだけど、まあ、かっこ悪いでしょ、そのシール貼っとったら。ここにシールじゃん。あ、ちょっと待って。これ使えるやん。ちょっと待って。今、いいこと思いついちゃった。これマスキングの、本体の外にもこの枠をマスキングに使おう。よし、じゃあ今日も楽しく。りんちゃんこれじゃあ静江さんやっててね。ゆっくりでゆっくりで。あ、はい。あ、じゃあパパこれ終わったらじゃあれやってるから。だから私これまで待ってる。あ、待ってる。じゃあ次パパ何やればいいんだ。あ、これか。カッペか。じゃあパパはこのカッパのカッペやってます。しずえちゃん。しずえちゃん。お、これ誰？これ誰？ジュン。合併の動物を。楽しそう。やっぱ動物の森の釣りは面白いからね。えいえいえいってやつでしょ。うん。あ、違うか。このカッパの合併ってあれか。ん？なんか骨董品売ってるやつか。違う。ボートに乗るやつ。ボートに乗るやつ。ボートに乗ってなんか掴み行くやつだったっけ？なんか忘れちゃった。最近やってないからね。え、パパ意外とさ、動物の森やってない。骨董品売ってるの誰だったっけ？骨董品って？なんか海の上の方で骨董品売ってるのがあったね。贋作とか。ああ。あれ誰だったっけ？常吉。常吉だ。常吉？え？常吉？常吉だ。狐だ。狐っていうの。ね。まあいいや。あ、で、ちょっと、今までずっとこの動画は、その、MacBook で収録してるんですけど、MacBook のマイクを使って収録してるので、ね。だけど、まあ、せっかくうちは音響屋だから、まあ、ちっちゃいミキサーを使って、ちっちゃいミキサーで、マイクでこれから収録していこうかなと、急に、この、100回を切って、100回を超えてから急に考え出して、音響用のミキサー買っちゃいました。よし。100均を買えるってすげえ。もうすぐ100回だからね。はい、穴。何が？え？おぉ。1000回じゃない？ 100回。1000回やってるのはタットさんよ。あ、ちゃんと登録者じゃない？違う違う、あ、チャンネル登録者数は今665ぐらいになります。ちょっとさ、100、すごいぜ。ん？戻らん？よし。今、可愛くして
これメインアウトを何個目メインアウトキャノン出せないから、やばい、いいじゃん。ってことはこれのケーブルがいるな。こんなんのケーブルどこ行っちゃったんだ、あのあれの中だ。それか音声入力ってあと何があったっけ、 HD 入力するとか、あ、ここに放り込んでオーディオインプットミニピンで放り込んで HDMI から出せばいいのか。じゃあそれでいくか。それだったら同期あのディレイかまさんでもいいかもな。よし、これで完璧だわ。じゃあよし、私の机を紹介、ちょっとじゃあはい、机を紹介してください。綺麗、意外と綺麗なんですよ。私はここまでなかったね、はい、あとはあのゴミの山分かった、置いてみたら可愛い、ね、ここはパパので、そうだ、これは原宿で回らせて2泊でカービン出てるやつ、よし、じゃあ守護霊ね、ちゃんといる。私の守護霊がこのギャルピース、パパの守護霊やばいよ、あんたの守護霊やばい。4にして、じゃあレゴを組み立てていくか今日はね、はい、守護霊が守護霊がここに動きます。キモはキモ、やめてやめて、あ、じゃあ勝ちです、やめて、私のスペース、あ、ごめんなさい、私のスペース、はい、よしとよし、じゃあなたがそのマスク終わったら、はい、OK、じゃあそれまでは、今日はカッペイと、ジュンカッペイと、これだね、しずえさん、ドレミちゃん、しずえ、ドレミのこのセットをじゃあ作っていきましょう。しずえ、ドレミってひど、まだ、ていうかなんかさ、あなたの本がさ、うん、ちっちゃいね、ちっちゃい、何ピース書いてあるでしょ、ピース書いてなかったっけ、いい、変えるいいよ、やだ、あれピースって今箱に書いてないの、ピース書いてないのね、昔ピース書いてあったような気がしたけど、もういいか、はい、ピースって何で、あなたがマステ貼るまで待ってなきゃいけない、うん、あ、じゃあマステ先貼っちゃうわ。じゃあマステ貼るまで止めとこうか。え、ダメだって、ダメだって、あ、じゃあマステ更新やっていこうか、じゃあ、うん、いや、でもマステめちゃめちゃたくさんあるよ、知ってる、あ、OK っす。 Now greetings to the world vice of the one called Big Gangzilla. Rectitude sound, big up on yourself. Yes, road boy, Katayan days. All Japanese crews, yes sir, ooh-wee. Now I say rectitude sound, attitude sound, love the girls, them stay so Katayan, big up yourself, budget. Days on the whole crew.Sizzle for lunch, judgment, yeah. Yeah, you don't know this is T.O.K. Representing for Rekutitude. You don't know Aichi Japan. Katayan, big up to Katayan. You don't know anything. Yo, original Rekutitude of Zam. Easy man like Katayan. And days. And do rock and I duck. Yo, let me tell you something.Big up, big up, big up! Rectitude of sound, full of Aichi Japan, man like Katayan. Rectitude on the old dub mix volume 1. Attitude, check, 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 high, say, oh, me, say so. これも便利だった。これ最近100均見てて、こうパワーツールこっちに乗っかってみて。まず最初に机きれいにしたら、はい、ちょっと待って、今私の机を見て、いや、あなただってそっちにあったのこっちに放り込んだだけ、違うよ、私のものはこっちにあってだけだよ、あなたのものがここに散らかってるだけ、私のものは全然なんかね、こうずっと最近作業してるからね、しょうがないです、痛いの、この間ね、地豆が取れた、
地豆ね、地豆じゃない地豆が地豆、地豆地豆が取れた。ちょっと待って、これをあとこれマスキングで使えるか。もともとの私のスペースさ、狭くしないで。もともと付属のステッカーをマスキングに使う。じゃあ私はスライムで遊んでみません。じゃあ静かにして、今から喋らないで。よーしスタート。感じで、もともとあったデカールをマスキングに貼って切るとどうしてもの ぐにゃぐにゃになるから、もともとあるやつだったらカチッとこれ角が出るからさ、こういう感じで全部貼ったと思う。ね、これおならの音じゃないスライム入れてる音だね。パパがおならしてたよ、ほら今もおならしてる。これ入れるだけ結構大変だよ。ペタッと貼って、全部貼って、あ、取っちゃった。そう、うん、だって子供だもん。だから大人たちだから私に1万円あとでマジで買ってもらおうか。あ、じゃあお洋服分にしない？お洋服を1万円でいい？よし、無理できた。ちゃんとカウントするから。あ、滑った。1万1000円だよ。それに当たりは何ですか？何？
いや、これ全部やるの大変じゃね。この動画でいいから。だってさ、回転数もらわないからさ、自分さ、動画撮ってようが撮ったからも関係なくね。まあ、回っても困るし、回ったら困るよ、逆に。回っても困るし、逆に困るんだ、回んないでくださいよ、みたいなって。なんかね、減ってるよ、最近。減ってていいよ。うん、まあいいや。本数はどうですか。あれ、喉が渇いて水持ってきたけど、あれ、飲んじゃったっけ。あ、これか。ごいこれでこれ全部やるのってマジ大変なんだけど。頑張れ。圧倒的苦行だね、これ。頑張れ。そう。最高だ。そうでしょ。圧倒的苦行なんだけど、これ。頑張れ。はい、じゃあ今から給食です。給食の時間になりました。レインボー給食ですよね。今日はね、カレーですからね。うん、嬉しい、カレー。神様、大丈夫？私の神様。これどこから出てきた？これ、買ってあって。すぐ倒れるからもう嫌い。あんた出てけ。もう出たりするってここで気がします。なんかそっち全然仕事できないやつ。もうあ、やっぱめんどくさいから、やっぱり自分でマスキングしてるなので、こういう胴体の青とかも、もう塗り分け用のあれが進みますので、で、肩のパネルラインに追加したところも塗り分けます。はい、やっててください。早くやっててください。私、暇なんですよ。いや、これでもマスキング終わんないよ、今日一日じゃ。レゴ先やろうか。やだ。いいもん、これで。いい、これでいい。もうちょっと後でやりたい。オッケー。これさ、今楽しんでるんだ。それじゃいいよ。もうちょっと後でいい。レゴはこの後配信します。はい、もう一つだけ見てくださいね。そしたら終わり。すぐ終わり。やってろ。じゃーん。今日の給食はこんだけです。はい、給食だよ。インディアンスタイルなんですか。インド行くとそういう給食だよ、ほんとに。え、マジ？どういう給食？そういう給食。え、星なの？全部星じゃない、それがあのカレーとご飯。うん、どっちがご飯？その、広い方がご飯だね。え、カレー？カレー少なくて、カレー辛いからね、ちょっといいね。日本のカレーみたいにどうかと思ってね。カレーに合うパンは何ですか？カレーパンも。ちげえだ。普通さ、なんとチャパティの違いわかるじゃん。わかる。なんは、どっちが蒸すってこと？違う、蒸すじゃない。焼き？焼くじゃない。発酵。発酵させて。イースト菌で発酵させてる方がなんで？で、で発酵させずに焼いてる方が焼いてるとチャパティ。チャパティ。
なんかさ、覚えついてたのに言葉に出んかったの。なるほどね。これかけたろか。それはもう洗浄用で洗浄したからいいよ。かけたろか。かけたろか。そうなる？いや、すぐやっとこう。フィギュアだけ作るやつ。じゃあ、とりあえず開ける。じゃあ、開封していきます。はい、開封していきましょう。あ、ちょっと待って。あれ変えていい？ロール変えていい？うん、ちょっと重い。重いかと思った。じゃあ、さよなら。さよなら。あ、20分もやってるもん、もう。このライブ人生にはないぜ鉄骨このアルバムは俺が成り上がるためのメガグどこ探しても17のガキがアルバム出すなんてなんだろう俺のライムと苦労は別格家に帰って作業着を洗濯たまには間違った全部でも仲間と乗り越えた苦労の数々あいつは基本的にどこでも顔パス俺はチャンスのドアとバースを蹴ってる光が聞こえない家帰ってキッチンで札幌生ビールそれで幸せ感じたなら満足あのことはもうアウトセーダー思い出をくれたあの子いつの日から思い出になったあの子またあの場所で会おうもう会えないなんて嘘でしょ道を走ればきっとする怪我